お疲れ様です。お疲れ様です。はい、始まっちゃいましたよ。ハリオチャンネル始まっちゃいました。こんな感じで始まってるけど、今回は何でしょう。今回はね、新しい企画を用意しました。お、忙しいママさんのために、はい、僕が代わりにアウトドアショップに行って撮影した映像を見てもらって、うん、アウトドアショップに行った気持ちになってもらおうという企画でございます。すごい、これは新しいな。そうでしょ。おう、ちょっと私一人で頑張ってきたんで、未開拓の未開拓のアウトドアショップ行ってきましたよ。すごい、もしかしたら欲しいギアが見つかるかもしれないね、うん、ああ、画面越しに買っちゃいましょう。画面越しに画面越しに何買っちゃいましょういただけるか。私好みのギアを、はい、はい、一緒に見ながら、はい、まあ、いろいろ言っていただけたらなと。あ、わかりました、はい、そういう企画でございます。お、はい、じゃあ、VTR の振りどうします。それはもうパパさんがいいですか。はい、じゃあ、いきますね。はい、 VTR スターティン。言おうと思った。はい、今回行ってきたお店は2021年4月にオープンした南大阪初のアウトドア専門店でございます。その名もフィールドジャック、はい、あの川内長野市に本社を構えるユーザー株式会社が運営するアウトドア専門店です。へー、そんなユーザー株式会社が2019年に立ち上げたアウトドアブランド、うん、アノバ。おお、はい、アノバ。じゃあアノバめっちゃ置いてんじゃん。そう思うでしょう、うん、店内はこんな感じです。おー、2階がこんな感じでテントが、うん、展示されてんねや。展示されてます。でアパレルコーナーもあります。うーん、テンション上がってきたでしょう。すげえな。はい、じゃあ早速ね、店内の方入っていきたいと思います。ちゃんと置いて取ったやん。はい、はい、入り口入ってすぐにありましたよ、うん、おお、ベントラックス。よし、めっちゃ新しいやつやん。アルミコンテナっすよ、うん、どうですかこれ。かっこいい。見たことなかったでしょ、まだ。おお、見たことないね。うん、かっこよくないですか。すごいな。へえ、なんていうのこれ、コヨーテ。コヨーテ、コヨーテとオリーブも奥にあったのかな、うん、かっこいいよねこれ、重厚感が。うん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 。その横には、はい、アラジンのガスストーブ。これ初めて見たよ、これ何これ。30% オフですよ。そう、だからこれくさびガレリアエカヒワークスのくさびも置いてましたよ。へえ、なぜか中華鍋の横。これユニフレームのね。うん、ユニフレーム、はい、これペレットストーブ。へえ、ペレット使ったことないけどなんか良さそうじゃない。うん、ペレットいいみたいでね。え、うん、ふーってやったらまたふわーってな、なんかウサギの餌みたいに見えるけど。確かに。ね、お、シナノワークスや。そうです、シナノワークスのインディアンハンガー。おー、インディアンハンガー、シナ、なんか、うんうん、ちょうどなんて書いてあるスナイプハンガー、シナノワークスのスナイプハンガーソロ12,200円。なんかしっかりしてそう。しっかりしてそうだね、ほんまに。めっちゃ、で、もう店内入って右見ると、ほう、感じでね、ママさんの欲しがってた昔。あー、ほんまや、手ぶらバッグかなんかっすよね、 GRN の、うん、あるやん。そうなんですよ。カバンもあんねんね、いろいろ。ケルティーからグレゴリーもね、グレゴリーのこの模様、模様な、置いてました。ほうほうほう、パラコード類が、おお、いっぱいある。まさかの、見て、 20% オフですよ。もうだって冬終わるもんね。そうやけど、なんか急いで買ったらなんかちょっと悲しくなるよね。ああ、まあ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 、 20% オフか、待てばよかったのか。なでもグレーなかったんじゃん。これがね、あるんすよ。あるんかい。実は我が家も使ってるね、コラプスのウォータージャグでございますよ、うん、ほんまや。こうやってなんか店内に飾ってんの見るとかっこよく見えるね。お、確かに緑に合う。使ってる時はそうですか。
意識せえもんな、あんまり飾られてるとなんかかっこよく見えてしまう。うん、はい、こんな感じで。お、アロバ、アロバさん系のね、うんうん、入れ物系のね、お、はい、棚に飾られていました。こっちもブラックエディションもちゃんと、ほんまや、アロバさん系の、おお、やっぱあるんだね。コンテナ系の商品結構多かったっすよ。うん、やろうな。でしょうね。うん、栄養クーラーもこうやってちゃんと。ほんまや。びっしり並べられてんな。お、栄養クーラー。栄養クーラー。すごいすごい。栄養クーラーで。おちも栄養クーラー持ってもんな。使ってるもんばっかり映してもうてる。いや、ほら、このダストボックス、はい、これもうち、おい、うち使ってるやつばっかり。あ、またまたティーだ。いや、馴染みのもんばっかり映しとるやないか。こっからですよ、こっから、うん、こっからもう馴染みじゃない。初めはこのジャブ程度に、あ、こっからあのフィールドジャック本気出してくるから。これもうち使ってるやつやないか。そう、そして 20% オフです。マウントスミのね、ストーブマンメモリー、これもガレリア、へえ、オリジナルククザでございます。へー、なんかククザ欲しがってたからどうかなと思って。誰が、マオさん欲しがんや、欲しがってない。俺バキューム缶ホルター。おお、あ、またおい、うちが、うちも使ってる、今のホットサンドメーカーこれでもほんま便利やんな。うん、めっちゃ好き。うん、これも良い目だったね。TS バーベキュー、ことアウトドア、これね、なんかね、グリップが、うん、もう、これなんですよ。可愛くないですか、グリップがもうすでに。フォトアウトドアって、はい、これちゃんと展示してありましたよ、ペントラックスの。ペントラックス焚き火材のテーブルですよ。売ってた、ね、売ってました、はい。へぇ、最高あったんやん。ここに17100円で売ってます。かっこいいよね、やっぱり。うん、かっこいい。ちょっとどうですか、アウトドアショップに来た気分になりましたか。まあ、今んとこ、あの馴染みの馴染みのものを見せられてる。アウトドアショップ館でも見れるっていう。しくってる。あ、これ珍しくない？俺初めて見て、で、知ってん、ほら、お、アッサムの CB 缶カバー、うん、へぇー、かっこよくないですか。あんねや。そうなんですよ、ちょっと買いかけたよこれで全キャンプも、おぉ、おぉ、すげえ。そうなんですよ、やっぱ黒なんや。310用のグレゴリーも珍しくない、 CB 缶カバー、あんねや、初めて見た。これだからお初の商品が、うんうん、グレゴリーにしろ、アッサムにしろ、確かに黒でね、カバー系のタグ系のオーディ缶もあるんですよ。へえ、ずっと欲しくて、オーディ缶のあれが、あ、カバーね。これネイチャートーンの、うん、これ何だと思います。何これ、紙シート、デレン、あ、違う、これ色違いもあるんですよ、これ見てください、テープ、シール、何だと思います、これ色違い、色違い、カバーのってオーディ缶カバー、当てるな、当てるな、シビ缶カバーや、近い近いシビ缶カバーずっと着てたからそうかなって、あの形やし、マグネットタイプやね。新しい、うん、モグネット磁石でくっつく、おお、ホイールランタン、ナトゥーラ、ナトゥーラじゃないですか。あるんですよね、ホヤがちゃんと。うーん、あ、こういうの欲しがってたでしょ、テーブル系、小杉君がやってたでしょ、うん、もう初期のやつ、これこれな、はい、脳みそみたいなのがいいな、私服も脳みそみたいなのがいいです脳みそえ、オリジナルなんや、フィールドジャック、ホヤが、うん、行ったのに俺が聞いてねえよ、ホヤがってこっちが聞きたいわ、わしは何しに行ったんじゃい、フィフティーフィフティーワーク
ショップですよ。あるんだね。好きになるよね、ワークショップやっぱり。うん、ワークスやんな。うん、俺もワークス出身。バレンタイン価格。そう。ひなさん値引きもう終わったんかな、終わってんのかな、もうバレンタイン終わってもね、ホワイトデー価格になってんじゃない、これ動画上げる頃には。あ、うん、これいいっすよね、実際使ったけど。でもめっちゃいい、ほんまに。おう、まあ使いどころがちょっと難しいけど、これ前ね、あの阪急百貨店で見た、あ、ほんまや、レトロな方の。うん、どうですか、これですよ、アンバー。おお、よくないですか、ゴールゼロ、レッドレンザー、ミニバライトのアンバー、ね、へえ、すごい。これ見たことないでしょ。見たことないな、このミニバライトの、クル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 って。ちょっとねじってる感じ、ねじったり、トゲついたり、トゲトゲの尖ってみたり。ストックアーツって書いてます、おそらく。またこれじゃん、くさび。最近はくさび来てんじゃないですかね。来ると思う、くさびは。安全やもんな、うん、ハンマーで打ち込んじゃうぐらいもんな、手を。最悪。そう、0.2 すげえ。すごいよな、でも、ほんまに。やってみたい、やってみたい、くさびで割ってみたい。ここ体験できるんですよ、くさび。そうなんや、はい、これ、フェデカのカバー、ほぼあんねや。クレーバートングの、あ、クレーバートングのカバー。はい、クレーバートング用。ちょっと欲しいでしょ。いるな、いるでしょ、あれ。いつも箱に直してます。箱に出ましたよ、カズミ、カズミさん。あ、カズミはどうぞ。そう、海を越えてやってきたんですよ、カズミさんが。すごいすごい、めっちゃ長ない、この長いポール。ランタン何個吊るしてあるこれ。まあもうドランタンもね、うんうんうん、BFF もあった、マテューラ BFF。 おお、だってランタンもこうやって、へえ、たくさんこれ、ハリケーン、ほや、ちょっと青いのあれやね、思い出すよね、星空を。おー、ソーダガラスで作られてるみたいですよ。え、そうなんや、はい、へぇー、だからさっきのアンバーと一緒、ストックアーツ。おー、すごいな。あ、ノラシェードや、また使ってるやつ落としてしまってんの。なぜじゃ。神山のホイールランタンです。おお、またや、また使ってるやん。これでもほんまおすすめ。これいいよな、何でも使えるもんな。ここはあの焚き火系が、おお、並んでますよ。並んでんな。お、ソロストーブ、ママさんが欲しがってた。ソロストーブ、ソロストーブ。お、フライパン10、また使ってるやつやん。フライパン10、ちょっと待てーって押さなる。ちょっと待てー。俺使ってるやつしかない。いやでもなんか嬉しいよな、使ってるのがいっぱい。うん、そうやな、うん。フライパン10いいっすもんね。いいよな。欲しくなってきたでしょ、これ。一番大きいのな。展示させられ、展示してんの見せられたら。一番大きいのがな。海を越えてきましたよ。かずみさん、あの時買っとけばよかったわ。めっちゃ安かったのに。安かったわ、イベントは。おう、これ持ち手がな、うん、いいよな、うん、かわいいっすね、やっぱり、うん、なんかいろんな持ち手売ってるけど、これっちゅうものに出会ったことないねんな。いやでも実は売ってるんですよ、フィールド・ジャックソン。これ売ってんの。はい、これ。え、殴り的な6000円台ぐらいだったと思う。あ、へぇ、可愛くないですか。可愛いな、これ売ってるんですよ。いいやん、キー。あ、まだ使ってるやつ。スナロックス。おい。使ってるやつ探して撮ってないか、こいつ。誰が撮ったんこれ。誰や、これ撮ったの。またコーヒーキャニスト。
変えたんですよ。リバースツアーの。でも変わりたもんね、キュービックミル可愛くないですか。黒可愛い、黒で揃えてきてるんですよ。可愛いな、センスいいですよね、やっぱり。また何回大丈夫ですか、これ。こいつ使ってるやつピックアップしてない、わざとしてるよな。はい、出たー、ヨッピーさんのオリジナル外味噌。ちょっと一回食ってみたよね。これは持ってる、うん、スパイスもめっちゃ揃ってるやん。そうなんですよ、すごい、おー面白そう。ネギ塩気になる。ウーマヨアクリルシェード、へー、おーすごいすごい、アクリル板綺麗やん、シェード柄がすごい美味しくなってきて、出ちゃいそうですが、ゾロゾロ。いやーガッガッガ、ちょっとシェード系ちょっと最近出てまうんちゃうか。ほらこんな全体でバッて見せる、カーまで来てるやろもう買っちゃいま、いやいやこれなんか、あれ気になってたやつ、ママさんが。あ、はい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 、そうそうそう、空気でこうな、ふわーって膨らむやつ。これね、気になる。でも結構いい値段するっすよね、うん、6000円ぐらい。ママ、これってさ あ、スタンレーとか、結構置いてんな、うん、ママさんの大好きなハイドロ。ハイドロもこんだけの種類置いてました、ね、あーすごい、うわ、出た。おい、ちょっと待てー、メデカも使ってる、使ってるやつ、おい、これこれ、いや、あれ無意識、大丈夫これ、伊藤さんちゃうやん無意識か、こいつリノットさんのですね、おーおーおー、シェラカップ、シェラカップもこうやっていっぱいありましたよ。おー、いろんな種類が、ちょっと欲しかったんですよ、これフェグハンマー、はい、ハンマーが1個なくなって、なくなったな、なくなった、どこ行ったやろあれ。村上さんの、おお、かっこよくないですかやっぱり。いいな、村の鍛冶屋はいいよ、ペグもいいし。お、これもし近所一瞬ちょっと買おうとしましたよね。ちょっとな、悩んだよね、悩んだな、バンフリーリーさんって。うん、福袋か金じゃかって悩んだな、悩んで、でもまあね、うん、いいですよね。はい、で一回はこんな感じ。え、上もあんの。あ、二回あるんですよ。はい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 、うわすげえ、二回行っちゃいますね。はい、行っちゃいましょう。もちろん、おー、アノバすごい、大量のアノバさんがありました。へぇ、あの場だけのサイトみたいな。おぉ、アポロン、おぉ、 S でございます。 S あんの、アポロン。へぇ、うちちょっとテント少なくなったじゃないですか。うんうんうん、この機会にどうですか。アポロンいいな。どうですか、 S ええな。え、S で16万、これ普通のアポロンです。あー、びっくりした、ポロン、やっぱちょ、でかいね。でかいな、ほんまに。うん、インナーをこう張ってるじゃないですか。うん、で、インナー張った状態で、うん、椅子がね、うん、お、めっちゃ入るやん。すごくないですか。え、ベンチも200からのベンチっすよえ、すごい、あ、モンベルおい広、テーブルもね、2個置いてるこの広さって。いいなぁ、ベントラックス、ベントラックス、焚き火チェア、焚き火チェア、安いなぁ。ベンチ、酒のベンチ、おぉ、あ、そうなぁ、へぇ、そして、テーブルがいや、だからおいおいもっと新鮮なやつこれ新鮮、MSR、 これ前、あの、伊藤さんのイベントであったやつだよね。マルチカムブラック売ってましたよ。売ってたよ、うわ、すげえ、
ペントラックスの。おお。ちょっと熱くないですか。熱いな。これは初めて見た。いいでしょう。うん。これ私ちょっと一番気になったね。モビガーデン。おお、はい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 。コマンダー。真っ暗。展示されてるのは黒じゃなかったんけど、うん、結構良かったっすよ。あ、こういうドーム型にちょっと憧れを抱いてるわけや。最近ちょっとドーム型が気になって、うん、どうですか、すこの機会にぜひドーム型買っちゃいましょう手出してみませんか。ドーム型ってどうなんかな。中でも結構広かったで。あ、もう、うん、なんかやっぱり新しい形やからどうなんかなって。マキストもね、いいんできるんですよ。あの花がちゃんとあって、マキストもお、めっちゃいいやん。お、すごい。コットンこう置いて、おベンチレーションが結構あって、うんうん、夏とかも使い勝手良さそう。うまいな、すごい。もう一人ソロやったらもう、いや、でかすぎると思うよ多分。あ、ソロは18号はじゃあ2から3人よ。もう一個ちっちゃいサイズのあったんじゃん。この真ん中のサイズやったような気がします。すいません、3サイズあんの。3サイズぐらい。へえ、240ぐらいの。お、すごい。20%オフでございます。へえ、20%オフ、30%オフがいいな。今はもう、でもこの時だけかな。いや、今もオフなってますよ、多分。金欲しくなるでしょ。いいの、黒金。デイツみたいな言い方しもたけど、黒金。いや、私オレンジのちょっと気になった。足元だけ明るくしたいわ。うわ、ずらりとね、アパレル系が、ずらりと並んどるわけですよ。おお、これ持ってるやん。あ、これも、あ、新しいやつやん。 20% オフで。へえ。ママさん、前なんかランガの帽子かぶってたから、ね、欲しいかなと。これパーカーで。確かに。わー、かわいい、ランガの。へえ、パーカーいいっすよね、僕も T シャツ1枚持ってるんですけど。いや、生地が良さそう、ランガといえば。って感じじゃない。うん、ランガって感じ。滋賀県って感じじゃない。ガーシーやな。ガーシーや、そうですよ。ガーシーや。滋賀の会社ですから。そうそうそう、すごいよな。でもすごいよ、滋賀から、滋賀から世界に。これパパに似合う。今気づいたら、なんかしか映してない。偏りがすごい。ちょっと待てー、言わない。これ何。わあ、これやね、パパさんのお気に入り。そこにつけんねんね。おー、なるほど。塩梅。はい、終わった。はい、こんな感じで。どうでしたでしょうか。あのね、一つ言っていい？あの、はい、いっぱい見してもろたけど、多分半分以上うち使ってるやつやねん。なんやろ、もっとあのすげえやろみたいな、こんなん見たことあるかっていう感じの。あんまりじゃあそのアウトドアショップに行った気分にはならへんかったね。いや、懐かしい感じ。懐かしい、なんて言ったらいい。自分の使ってるギアをあの振り返させられた。そうそうそう、あ、持ってる持ってる持ってるみたいな。にはなりました。紹介する商品に偏りが見られたっていう。ちょっとあのプレゼンベタが出てしまった。ショップに置いてる自分のギアを取ってきた。そうそう、意味ない。全然意味ないやつ。プレゼン下手やん。まあ目的はね、あの、うん、アウトドアショップに行った気分になってもらえたらいいのかなって思ったんですけど、うん、まあ結果あの使ってる商品見せられたっていう。もう一回あのリベンジさせてください。次回は頑張らせていただきます。あのママさんに買っちゃいましょうって言わせちゃいましょうね。ママさんにあの買っちゃいましょうって言わせるまで続けるから、この企画何年かかるか分からへんけど。まあでも頑張ってください。次回も楽しみにしてます。私も働いて頑張りますんで。働いてください。働いたお金でギアを買おう。はい。
今回はじゃあこれでおしまいでいいでしょうか。はい、今回は以上でございます第1回パパさんプレゼンツ、ママさんに買っちゃいましょう、言わせちゃいましょうグツグツな対面第1回は失敗ということで、はい、まあ、うん、ありがとうございましたじゃあまたお暇で、バイテオチャンネルでしたあのバイセンキューってパパさんが言ってます必死に言って